はいみなさんどうもこんばんはアシアです。今日はちょっとこれは動画で話す予定あまりなかったんですけどあまりにも状況も状況なので今まで政治のことをあまり触れてこなかった私でもこれはちょっと話せざるを得ないっていうような状況になったと思いますので今日は急遽動画回しています。今回はですねロシアの軍事作戦についてですね 私、日本にもう10年住むロシア人として思うことについて皆さんにお伝えしたいと思います。今日朝からロシアのニュースも日本のニュースもどちらもずっと見てて、 日本のニュースでもロシアとウクライナのことは話題になってますし、いろいろな報道はされてるんですけど、その中で日本に住むロシア人として私はそれについてどう思ってるのか話したいです。ただ一つだけまず理解してもらいたいのが、私は日本に住んでいるロシア人なんですけど、永住者ではなくて、 一年ごとに日本でビザを更新しているし、ロシアに家族がいて、さらにお母さんがロシアの国営企業に勤めているから、もっと言いたいことがいっぱいあるんですけど、それはロシア国籍でいる限り言えないです。今日は朝からインターネット開くと、 私がフォローしてるロシア人とかウクライナ人とかいろんなブローガーとかインスタグラムもあるけどみんな戦争反対だ戦争は嫌だ戦争やめましょうってたくさんそんな投稿にあふれていますそしてウクライナに住んでいる人の SNS とかでもう爆発音で起きたとか起きて戦争が始まっていたみたいな投稿を 知ってる人がたくさんいます本当に衝撃ですね。なんか今現在歴史的なことが起きている目の前にこう歴史的なことが起きているって考えると本当にゾッとしますし怖いですしそれに自分がロシアで生まれ育ってロシア人としてずっと生きてきたんですけどその自分の国が他の 国を攻撃するようなことになるなんて、すごく違和感感じて複雑な気持ちで非常に遺憾であります。だから、こう、私はロシア人ですっていうのも言いづらいし、言いたくないし、敵みたいな扱いされるんじゃないかなとか、自分がもちろん戦争は反対だし、絶対嫌だし、本当にすごく悲しいことだと思います。 自分はこれに関しては何もできない状況ですね。ウクライナに関しても私は日本でウクライナ人の友達も何人もいるし何人もウクライナの方知ってるし仲良くしてるんですけどこう二つの国が戦争になるとはなんかいわば本当にありえない現状ですね。でもそういうようなことが起きてますね。 でこういうことがあることによってこれから多分ロシアもさらに大変な状況にはなるはずですねもう戦争が起きること自体はこれから多分人が死んだりとか殺されたりとか大変な状況になるであろうってことを考えると本当にすごく悲しい気持ちにはなりますそういうことにもう本当にならないでほしいと強く願っています やはりね人の命は一番大切なのでそれだけ失われるのはそういう状態にはなってほしくないですね。この問題について今までもロシアのニュースずっと見てて注目してたんですけどでいろいろなジャーナリストとか専門家の方がまあこういう風になるかもしれないこういう風になるかもしれないっていろいろ予想はしてたんですけど結局結構最悪な 予想ですね。ネガティブな方になってしまいました。悪い方のシナリオを予想した時のその通りになってるのは本当に恐ろしいですね。まさかこんなことが起きるともなかなか考えられなかった人たちもたくさんいます。まさかこんなことがあるとは今の状況はね、本当にどうなるのか、どう解決するのか、本当に外交で解決 すれば一番いいんですけどなかなかそれがねうまくいかなくてこういうことには至ったみたいですけど実際もうすでに私の動画のコメントでなんかあなたがロシア人だからとかどうのこうのとか言われてなんか戦争に関していや自分がなんか私が敵扱いされてるようなコメントがたくさん ししてしまって、まあそれは仕方ないと思うんですけど一応私はロシア人ユーチューバーっていう風にそういう肩書きを持ってる以上に多少仕方ないんですけど、まあ、これがこういうことで自分がこれからちょっと差別されていくのかなっていう現実もあるんだろうなって思うと非常に悲しい気持ちにはなります。最後にもうう度言うんですけど戦争は しないでほしいです。平和を願っています。という動画でした。はい。ちょっとなかなか難しいんですけど、こういう風に自分の意見をまとめた感じではあったんですけど、ちょっと参考になるかわからないんですけど、あくまでも自分の意見なので、はい。見てくれてありがとうございました。じゃあ次の動画でお会いしましょう。